皆さん、こんばんはマーティン、ダーのミヤクーボーキングトクです。今日は一流のテーブルのマナーを学びたいと思いマーティンです。まず、テーブル並べ方は確かに大変ですね。ナプキン、ランチョマット、手ぬぐいなどいろいろあって、発祥期もまあ,まあ季節を演出するんです。いろいろなもので。あとはまあ敷き、貸し時期も、二つ折りだったり、通常折りだったりね。洋食セッティングはまあ、テーブルに一人ずつ、マットやレースペーパーを敷くそうです。名札、まあ一人ずつ、瓶。 箸、フォーク、スプーンなどいろいろ。ナプキンの言い方わかるかな基本のシルバーオーダー、クラウンなどいろいろあります、はい。続いて食事のマナーいきたいと思います。音を立てないこと。まず遊ばない。そしてみんなで楽しく。まず和食。一重三菜。まあ、ご飯は汁物、生物、焼き物、香物、煮物。いろいろあります。一重は汁物、三菜は煮物、生物、焼き物です。 蓋の開け方は、蓋が開けにくいときは、お椀の両側を挟みつけるように押さえ、空気を入れる声、これ一流ですね、ガクトでもやってますね。はい。洋食のものは飲み物以外ですね。食器を持ち上げないのは原則です。スプーン、フォークは外側から使う。バター、バターライフ、メニューカード、まあ、オードブル、魚、肉、肉、魚、オードブル、スープ。ネームカードあって、デザート、フルーツ、シャンパンとか、水、ワイン、赤ワインなど。使い方は、まあ、こういう感じで、まあ、 高くしない食事終了と食事中のナイフとスプーンの置き方は食事中はこうなって食事終了がこうまっすぐになるスープの置き方は音を出せず持ち上げても大丈夫ですけども手前から作る方が一番いいですナプキンはこう置いてまあ最後椅子の上に置くそうですはい皆さんお分かりいただきたいでしょうか今日は食事とテーブルマナーでしたバイバイ